ドリフターズの主人公島津豊久ってマイナーだけど何をした人なの？島津義弘は関ヶ原の戦いが終わるとたった数百人の人数で故郷である薩摩へ帰還すべく敵中突破を敢行。この突撃には島津家久の息子である豊久も参戦しておりました。彼は現在ドリフターズと言われる漫画の主人公となっており人気を博しております。しかし史実ではほとんど知らない人が多い武将であり、一体どのような武将であったのかほとんど知らない人が多いのではないでしょうか。彼がどのような人物であったのかを今回はご紹介したいと思います。ヒューマンハンター島津家久の嫡男。戦国時代島津家で有名武将といえば島津四兄弟でしょう。長男を島津義久、次男を島津義弘、三男を島津利久、四男を島津家久といった兄弟たちです。彼らは長男義久が父高久の後を継いで島津家当主に就任すると、三男利久は兄義久と共に内政を支え、次男義弘と四男家久は島津家の領土拡大を行っていきます。四男の島津家久は非常に戦がうまく、島津家のお家芸といえる捨て鉤の戦法を駆使して敵将を何人も討ち取っております。そしてこの戦上手な家久の嫡男が島津豊久です。豊久も父家久の戦上手の血を受け継いでいるのか、戦が上手で初陣である沖田縄手の戦いで武功を手始めに、島津家の九州制覇戦で数々の武功を挙げていくことになります。父シス、こうして数々の戦で武功を挙げてきた豊久ですが、彼にとって大事件が勃発します。その事件とは父家久の死です。九州制覇戦は豊臣軍の圧倒的兵力と物量差を見せつけられた島津家は豊臣秀吉に降伏。父家久は秀吉の弟である豊臣秀長のもとへ挨拶に行った後に亡くなってしまいます。彼が亡くなった理由は様々ありますが、未だに判明していないのが実情です。豊久は父が亡くなったことで父の所領である佐土原の領地を継ぐことになり、父の兄であった義弘に教育されていくことになります。関ヶ原の戦い。島津家は豊臣家に降伏した後、朝鮮の役で目覚ましい活躍をします。この戦にも豊久は参戦しており、大いに活躍をして武功を挙げております。そして天下人豊臣秀吉が亡くなると、文官派筆頭の石田三成と武官派との政争が始まります。この政争は豊臣家内部を二分してしまうほどの争いとなってしまい、この争いに乗じて天下の覇権を握ろうと考えたのが徳川家康です。三成は徳川家康が豊臣家の天下を奪おうと考えていることを察して、自ら諸大名を集めて徳川家康と戦で決着をつけようと考えます。そして家康も上杉討伐を口実にして豊臣家の反徳川勢力を駆逐しようと考えます。こうして両者の思惑は戦へ集約され、天下分け目の大戦である関ヶ原の戦いが勃発することになります。この時島津家は義弘自ら兵を率いて徳川家が籠城している伏見城へ入城しようと考えておりました。しかし東軍は島津家の入城を拒否。そのため義弘は西軍にしぶしぶ参加し、関ヶ原の戦いに参加することになります。豊久は義弘に従って関ヶ原の戦いに参加しております。敵中突破の退却。義弘率いる島津軍1500人は関ヶ原の戦いに参加することになるのですが、積極的に戦いに参加しませんでした。その理由は島津軍の兵力の少なさが大きな原因であると考えます。島津軍1500人が積極的に参加しても東軍の軍勢に包囲されてしまう危険性があったために、戦に積極的に参戦することはせずに、島津軍に攻撃を仕掛けてきた軍勢に対してのみ攻撃を仕掛けるような戦いしかできませんでした。このような戦いを続けること数時間、西軍は小早川秀秋の裏切りによって壊滅。こうして関ヶ原の戦いは東軍の勝利に決まることになります。そんな中、島津軍の総大将である義弘は豊久へ、敵中を突破して薩摩へ帰還する、今こそ薩摩隼人の意地を見せよと言って島津軍に命令を下します。そして島津軍は敵中を突破して退却を開始することになります。壮絶宇藤坂の軒口。島津軍は福島正則の隊を横切って故郷へ向けて退却を開始します。この時島津軍は数百人ほどに減っておりました。この島津軍を追撃したのは徳川軍切手の精鋭部隊である本田忠勝と井伊直政の部隊です。この2人の部隊は島津軍に猛攻をかけていきます。義弘と共に関ヶ原の戦いに参加していた長寿院森敦は
義弘を逃がすために自らおとりとなって討ち取られてしまいます。豊久も必死に追撃を防ぎますが、徳川きっての精鋭の追撃は急でなかなか逃げ切ることはできません。そんな中、総大将義弘は、豊久、わしはここで腹切って死ぬと弱気な姿勢を見せます。この義弘の言葉を聞いた豊久は、おじうえ、ここで腹切って死ぬのはなりません。おじうえさえ逃げ切ってくれれば薩摩は安泰です。だからここで薩摩の兵士たちが全員討ち死にしたとしても、おじうえだけは逃がさなければなりません。私がしんがりに立って敵を防いでまいります。その間に逃げてくだされと言ってしんがりへ向かいます。豊久は数十人の兵士を連れて、父家久が得意としていた捨て鎌の陣を敷きます。この陣へ攻撃を仕掛けてきたのは井伊直政隊で、捨て鎌の戦法を受けたことにより直政は傷を負い後方へ下がっていきます。そして豊久は奮戦して幾人もの直政隊の兵を倒していきますが、最後は数人の兵士に囲まれて何度も槍を体に突き立てられて亡くなってしまいます。しかし豊久のしんがりによって義弘は何とか危機を脱することになり、薩摩へ帰還することに成功します。この戦いを宇都坂の軒口と後年言われることになります。戦国史ライター黒田蓮の独り言。豊久は自らの体に槍を受けて何度も宙を舞い地に叩きつけられながら、実は生きていた説もあります。だけど彼は義弘を追いかけていくのですが、その途中で亡くなってしまいます。豊久の壮絶なしんがりがなければ島津義弘は薩摩に帰ることができずに亡くなっており、薩摩藩もどうなっていたか分かりません。もしかしたら徳川家によって取り潰されていたかもしれないと考えると、豊久が行った行動はその後島津家を安泰に導いた賞賛値する行動ではないかと思いますが、皆様はどのように思いますか？